はい、北海道ラジオネーム、コウタさんからいただきました。はい、北海道って言うんだけど。ポニーテールシュシュ、すごい好きだな。特に、サビでハモるところが大好き。AK ビンゴで PV も見たけど、カラフルでめっちゃ明るくなれるね。AKB 本当に大好きだよ。あ、ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。嬉しい。ありがたい。もうね、5月、もう5月に入りましたから。そうですね。もうすぐで。ポニーテールシュ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 。発売。シュ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 が発売になりますね。というわけで、まあ、5月に入ったということで、最近、なんか、ありました出来事。お、はい。お、いろんな。涙。な、何？この間、電車に乗ってたら、隣のおばあさんに、なんか、手を触られたの、急に。で、ね、ふいっと思って、したら私今すごい爪を可愛くしてて、ね、それを触られて、すごい可愛いねって褒められたんですよ。うんうんうん、超嬉しいと思って、なんか、本当ですかとか言って、これどこでやったの、ここです、みたいな。結構、うん、結構仲良く話してたら、うんうん、でも、水仕事とかできないよねって言われて、およよと思って、いや、やばいと思ったら、って言われないように、なんか、奥さんになった時はちゃんといろいろちゃんとした方がいいわよって言われて、勉強になりましたって思って。そうだね、うん、勉強だね。可愛いね、爪。うん、うん、そう。あ、確かにそれできなくない？その。でもね、意外とね、アミナお家でね、洗い物とかしてるんだよ。やるの？やるよ、本当に。だってね、すごいよ。ラインストーンもついてるしね。長さどれぐらい長いの、それ。多分さ。結構長いよね。爪さ、3、どれぐらいだろう ?1 センチくらい。くらい長いよね。ネイルしてるけど、でも結構短いよ。地爪に全部やってるから。でもなんかついてるよ、リボンとかなんか。そう。超可愛い。いっぱいついてるな。ほら、これ見て、私の手。なんもないよ。赤ペンついてるよ。赤ペンついてるよ。赤ペンついてるよね。うん。そうだよ、料理できないよ。料理はね、しないからいいんだ。いいんだから。あ、お悩み修行。うん、そっか。